去年の冬にね、ある営業許可取って、で、もう仕事できるんだけども、今持ってる軽トラだと、仕事が吐きがないっていうか、体に負担がかかって、これはダメだと思って、で、新しいトラックを買おうっていうことで、知り合いにトヨタで勤めてる人がいて、お世話になったから昔、その人から買おうって思って、行ってきて契約してきました、トラック。大きいトラック。大きいってのはまあそんな大きいわけじゃないんだけども、このダイナっていうの2トンダンプ。ダンプね、ダンプ。ほら、こうやって分かるんだけども、後ろの荷台がぐいっと上がって、ね、荷台がぐーっと上がって、荷台に乗せてるものをザーって落とせるやつを契約してきました。今回この話をします。これいくらしたかって、もう単刀直入に言うとさ、車両本体価格は556万7千円で、そこから値引きとか、下取りの車はね、5年落ちの、マニュアルの軽自動車で80万円で下取りしてもらって、なんだかんだで485万円、で購入できるようになりました。最初、オプションとか後で追加したから正確ではないけど620万円だったのが値引きと下取りで、まあ485万円まで落ちました。ただそのくらいするんだよ、2トンダンプって。みんな驚くんだけどもね、街中でよく見るじゃん、2トンダンプ、2トントラックって。まあダンプはちょっと高いんだけども、平ボディってダンプじゃない、普通のただの2トントラックあるんだけども、あれだったら少し安いんだけども、2トンダンプで、ここ青森で冬も使うんで、雪の仕事しようと思ってるんで、で4駆でダンプってなるとやっぱ高くてさ、で550万6700円っていうのが車両本体価格で、なんだかんだ、最低限のオプションつけてやったりすると620万円になりますと。でそれで値引きして485万円っていう価格になりました。本当に最低限のオプション、最低グレードだよ、最低グレード。例えばこれで見ると、フォグランプとかも上のグレードになるとつくんだけども、あとこの辺がメッキのパーツだったりとかするんだけども、まあ、そういうのはいらないと、ね、機能が大事なんだと、仕事する車なんだっていうことで、まあ、あとできるだけ出費控えたいと、ね、ローも組むからさ、下のグレードでお願いしますと。で仕事で使う機能はちゃんとつけると。例えば雪冬ね、ここに乗っててさ、運転席に乗っててミラーにさ雪がついたとかさ、ね、するとさ、それ一時やって、軽自動車だったら運転席はすぐやれるんだけども、あ、やれないかもしれないか、やれるか、でやれ、軽自動車だったら助手席もすぐできるんだけども、軽トラとかだったらできるんだけども、こいつ絶対できないから、降りていって一時さ、ミラーについた雪を落とす、霜を落とすって手でやらなきゃダメなのさ、無理だから、そこにヒーターつけてくれと、それだけをつけてくれってなって、つけた方がいいってことで、それが6万6000円とかね。でタイヤがすごいよね、ディスクホイールって、まあホイールのスチールホイールだよね、が8万円ぐらいして、スタッドレスタイヤが13万円とか、まあそんな感じだよね。まあ、13万は安いんじゃないかな、6本あるからね。後ろのタイヤ、リアのタイヤはダブルタイヤになって、全部で6本つくから、まあそんなもんだろうって、安いだろうとね。普通の乗用車だったら4本でも10万とかするからさ、まあね、見てればね、だからそんなもんだろうなっては思います。でこれ使って何するのっていう話なんだけども、俺知り合いの社長さんからおすすめされて、一般廃棄物収集運搬業許可っていうものを取って、要するに一般廃棄物、一般のゴミ、まあ一般家庭のゴミと思えばいい、ここにあるもの、おお、後ろごめんね、今変な音してね、この一般家庭、まあ、俺の家にあるようなもんでも、皆さんの家にあるようなゴミでも、そういうのを委託されて、お願いされて、集めてっていうかね、ちゃんと委任状っていうものを書いて許可をもらわないといけないんだけども、それで集めて回収して、それで収集ね、して、なんだっけ、清掃工場。まあ、燃えるゴミを燃やしたり、燃えないゴミとか埋め立てたりとかあるけれども、各都道府県、市町村でやり方はまだいろいろ違うんだけれども、そこに運んであげるっていうことを仕事にできる、許可を取りました。一般廃棄物収集運搬業許可っていうもの。一般家庭で俺がね、例えばね、どっかの業者に、俺じゃなくてもいいんだけど、リフォームするから家の中にあるもの全部投げてくれと、必要なもの取った、でも全部いっぱいあるから家具も全部投げてほしい、だけども自分たちじゃ車両もない、力もない、時間もない、
やれないからお願いしますって時に、分かりましたって委任状書いてくださいって許可をもらって、で俺らがガガガガッと片付けて全部空にして、それからリフォーム業者が入るとか、でも解体をするとかね。だからこの仕事がないと家をね、直す壊すっていうことが、で壊せないってことは新しく建てれないから何も仕事が始まらないっていうね。だから結構重要な仕事なのね。でこれをやればいいよって、トラックあるからってさ、でやったんだけども、あのこれさ、あの、まあ、そこの社長のところで、あの修行がてらやらせてもらったんだけども、やはり軽トラだときついなっていうさ、軽トラで30台分ぐらいあったりとかさ、例えばね、そういうもの、そういう現場をね、30回清掃工場まで往復するって、1日だいたい3回か4回行ければいいのよ。あの移動時間は変わらないからね。でやっぱ2トントラックが必要だなっていうことで買ったと。でダンプがあれば、青森市の場合は最終処分場って、まあ、埋め立てするとこなんだけど、10キロ110円で、埋め立てしてくれるところがあるんだけども、そこにその最終処分のゴミだけを積み込んでダンプアップで下ろすことができる。また家具は、また清掃工場の中で置けるんだけども、家具だけ積んでダンプアップして下ろせる。で冬雪の仕事、屋根の雪下ろしとかすごい大事なのよね、青森において。家がね、傷んじゃったりとかするから、屋根の雪下ろしして、その雪を持ててくれと。2トンダンプに積んで投げるというような仕事もできるから、やはりこれにしたのね。2トンダンプを買ったのね。いろんな仕事をするために、冬農業できないじゃない。で農業だって夏とかね、あのどうしても低薄になる時があるから、そこでゴミの仕事なんかやってみてもいいんじゃないのってことで、でこの一般廃棄物を取って車両も買おうっていうことになりました。620万ぐらいするね、約620万の車で、みんなびっくりするんだよね、620万って聞くとね。まあでも仕事する車だから、稼いでくれる車だから、よしとして買いました。買いましたっつうか、契約しました。この契約するまでに至ってもさ、あの皆さんニュース知ってると思うけども、日野がね、あの不正をしたおかげで出荷停止になったりして、わーわーわーって、ちょうど頭金がね、ある程度ね、あの300万貯まって、それのうちのいくらかね、250万出すんだけども、頭金として、その準備ができた、さあ行こうと思ったら日野がやらかして出荷停止になって、いや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 って一応言って話してさ、めちゃくちゃ値引きとか頑張ってくれるんだけど、でも出荷できないじゃないですかって、いやどうしようどうしようって、別のトラックとかも検討したりね、まあ、いすゞとか行ってもいいだったんだけども、ふそうとか三菱ふそうとかね、行ってもよかったんだけども、やはりその人から買いたいっていうのもあったし、そんだけ頑張られるとさ、なかなか断りづらいなっていうのもあって、ちょっと待ってたら、あの出荷再開のニュースが来たんで、じゃあ今回これで契約しましょうって、お願いしますっていうことになって契約してきたと。うん、だからこれから仕事はね、まあ、農業はさ、畑ちょっとさ、条件良くなかった。あの最初に借りた畑がね、やはり土が良くないっていうか、あと遠いし、一気作しかできない、年々2回できるとかではないということで、そこの畑は返すと。でまた別の畑を借りるという形で小さくやって、でこうやって皆さんに農業に関してはこうやって動画にしたりって、ゴミの仕事、雪の仕事、そっちもね、動画にできることあれば動画にしてね、こういう風な仕事があるんだよっていう感じで、お話ししたいなって思ったりするけれども、でそういう風にやっていこうかなと思います。畑もね、どうしても手が広くなると、みんな、まあ、有機農家、自然農法農家になると、みんな草が生えっぱなしになったりとかするからさ、でなくて丁寧にやれるように、一人でできるような範囲で丁寧にやって、まあ、皆さんにこういう生活してますよみたいな、こういうやり方してますよっていう風な動画をね、出していけるようにしようと。でお金に関しては、まあこういう風なもので稼いだり、当然ね、2トンダンプ来たら動画にしてね、また紹介しますけれども、うん、っていう風にしていろいろ仕事を増やしていこうと思って。農業一本だとやはりきついと思う、これから現実問題としてね。なんでかって言えば、今異常気象が多いじゃない。でどうしてもね、今回青森線状降水帯とか出てめちゃくちゃやられました。かぼちゃみんな腐ってまったじゃとか、人参ダメだった、リンゴダメだった、そういう話いっぱい聞きます。だからそういうね、ギャンブル性がすごく強くなってしまった。
天気がもう読めないんだもん。何がどうなるか分からない、安定しない、雨が降れば降りっぱなし、降らなきゃ降らないって。まあ、去年それでジャガイモ全然取れなかったんだけども、北海道も青森もね。で今年は雨がいっぱい降ったでしょっていう感じで安定しなくて、やはり事業として怖いところがただ出てきたんで、俺が子供の時、まあ、30年前とかであればいがったんだけども、まだねいがったんだけど、今この気候はねギャンブラーだなって、農業一本でやるのはね、なんかすごい施設を作ってさ、ガラスハウスとか使ってやるとか、野菜工場やるとか、まあそういう風にやるんだったらまあいいのかもしんないけれども、路地で、で有機農業っていうのはすごく天気とか天候に左右されやすいんで、やはりね、有機農業だけど自然農法とかもねされやすくて怖いところがあって、やっぱり生きていくためにはそれ以外もやらなきゃダメだなと。まあ農薬とか化学肥料使えばいいじゃんっていう話もあるんだけども、それはしたくないと思って仕事の幅を広げたと。で頑張ってお金貯めてこいつ買いました、新しい相棒ね。でもこれ来る予定がね来年の7月予定がね、まあこれどうなるか分かんないの、出荷再開になったけれども、いっぱい向こうも日野もね注文が溜まってるらしくて、ってなってくれば俺の順番があるから、おっと、その順番がさいつになるか分かんないと、いつ来るか分かんない、とりあえず来年になるんじゃないのという感じ。日野が出荷停止やらかす前だったら大体4ヶ月で来てましたって話だったから、その間注文も溜まってたろうし、工場もある程度止まってたわけだからね、さばけてない注文も溜まってるはずだから、まあ遅くなるだろうっていうことで来年7月なんだって。やらかしてなければね12月ぐらいに来てたみたいなんだよね、間に合ってたんだよ今年の雪の仕事とかに仕方ない仕方ない、でも俺はこの人から買いたいっていうのを買えたし、うん、とりあえず目処ついたからよしとしてね、うん、いいんじゃないかなって思います。とりあえずね、みんな見てるけどもさ、ミニトントラックとかニトンダンプっていうのは高いんだよっていうことね、バカにしちゃダメだよって、すごく働くし稼いでくれるし、アルファードとかハリアーよりも高いからね、バカにしないで街中で見ても本当、えこれこんなするんだってね。俺が買ったのは一番下のグレードで最低限のオプション、それで620万だからね、620万あればハリアーの上級最上級グレード買えるんじゃないか、オプションつけてもアルファードでも結構いいとこ買えるんじゃないかな。だいたい車両本体価格がアルファードの 3500cc のやつと同じぐらいだったから、確かねスタート価格がね、そこに税金とかオプションとか乗ってまた変わってくるけれども、結構それだけするやつだけど仕事で稼いでくれるから、まあ半額とか3分の1の気分で買ってもいいんじゃないかなって、200万とか300万ぐらいの気持ちでねっていう車両で、これを今回買いましたっていう動画ですね。でこれから俺も仕事増えていくっていうか種類が増えるから、でまあ、多角系っていうのかな、なんつうんだろうね、農業が例えば天候で悪くなっても、まあ、ゴミの仕事がある、雪の仕事がある、雪が降らなかったら、ゴミの仕事やればいいし、天候が良ければ農業とかでやればいいし、こうやって YouTube で配信するっていう仕事もできるっていうことで、複数の仕事を持っておくとやっぱいいのかなって、ある程度の安心感あるじゃん。農業だけだと、農業で大雨降って芋がね6割腐った時あるのよ。あの時本当にもうどうしようがって、6割だよ、6割腐ってしまってさ、うわって、でしかも一生懸命掘った後にどんどん腐っていくのよ。その絶望たるやね、掘ってる最中に、あ腐ってる、じゃあやめよう、耕して終わってまれってんだけど、掘ってさ作業した後に腐っていくんだから、その絶望感よ。そうすれば収入もひどいしさね、だけども他に稼ぎがある仕事があると思えばさ、まだね精神的に乗り越えられるからという意味で、一般廃棄物収集運搬業許可っていう許可を取ったし、だって YouTube も収益化させてもらったし、雪の仕事もできるように、でそしてさらに俺の体が持つようにニトンダンプっていう相棒を契約してきたっていう話です。本当にもう一回これが来たら、ちゃんとこの動画ね、どういうダンプなのかね、ご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。